こんにちは。これからヨガジャーニーのクラス一緒に始めていきましょう。今日は冷え知らぬの体を目指していく、体を温めていくポーズの練習を一緒に行っていきます。体を温める、体の機能としては筋肉ですね。筋肉が一番体の中で熱を生み出してくれるパーツになります。私たちの体中の筋肉の約 70% は下半身にあると言われています。そして主に太ももだけで 50% と言われていますね。なので足をたくさん使っていくことは体を温める際にもとても効率的な練習になります。今日このクラスでは主に下半身を力強く使っていくポーズの練習を一緒に行っていきましょう。では早速始めていきます。まずマットに長座に座っていきましょう。足首回しから行います。右膝を立てて左足太ももの上に乗せたら、左足と右足の指で握手をしましょう。右手はすねのあたり軽く添えて、ゆっくり前回し、あるいは後ろ回し、足首を十分ほぐしてあげてください。であまり力はいらないので足首を大きく回してあげるのがポイントです。では足をチェンジしましょう。右膝伸ばして左膝曲げたら、右太ももの上に左足を乗せてあげて、右手と左足の指で握手をします。足の指もちゃんと広げてあげましょう。そして左手はふくらはぎの上に乗ったら同じです。前回し後ろ回しを行っていきます。で左手で、ね、ふくらはぎ触ると分かるんですけど、足首を動かすとふくらはぎの筋肉がピクピクと動きます。でふくらはぎは、第二の心臓と言われているぐらい、特に私たちの下半身の血液循環にとても大切な筋肉です。足首を動かすとふくらはぎが活性化されて、足の、ね、血液循環も高まっていくのでね、しっかり足首は動かしておきましょう。はい、ではストップしたら手をほどいて左足も前に伸ばします。ではここから両膝を立てて両手腰の後ろに置いておきましょう。足はマット幅まで広げたら、膝を左右にパターンパターン倒しながら、少し腰、背中側、そして股関節ほぐしていきたいと思います。両膝の内側をマットの方に近づけるようにしてね、ゆっくりゆっくり動かしてあげましょう。はい、では真ん中でストップしたら両膝を立てたまま足を閉じていきます。で両手は引き続き腰の後ろ側に置いていきましょう。手の指先はかかと側、もしこれで手首ちょっと痛いようだったら少し外向きでも構いません。ここから肩甲骨をぐーっと寄せていって腰の上伸ばしてあげましょう。顎は引いておきます。少し、ね、背中側から胸を押し出すようなイメージです。ではここからボートのポーズ、ナバーサナのバリエーションいきましょう。座骨でしっかり座って背中が丸くならないようにしっかりと胸を引き上げて腰も起こしておいてください。ではまず吸って右足を吐いて下ろします。吸って左足を吐いて下ろします。では吸って右足左足を引き上げてボートのポーズ、呼吸しましょう。5カウントキープです。膝を曲げたままでもいいですし、チャレンジできそうな方はフルで伸ばしても構いません。自分の足の強度と調節をしてみてください。あと一呼吸します。ではゆっくり足を下ろしてあげましょう。ではここからマットに四つん這いに切り替えていきます。肩の真下に手首、腰の真下に膝、足の甲マットでいいです。手のひらを大きなパーにしてあげて、人差し指正面、指先は少し外向きしましょう。背中がガクッと落ちないように、おへその下、そして胸の中心をグッと引き込むようにして、肩甲骨は広くストレッチしておきます。脇は締めて肩と耳を離しておきましょう。では少し足を動かしていきます。次の吸う呼吸、右足後ろに蹴り出していきます。右足首90度、つま先はマット向きです。骨盤がババッと横に開かないように内ももを少し締めていきましょう。おへそを引き入れて呼吸します。5カウントキープ、5、4、3、呼吸を止めないように2、
ゼロ。ゆっくり右足を下ろしましょう。反対足いきます。次の吸う呼吸、左足後ろに蹴り出して足首90度、つま先マット向き、おへそを引き込む、脇は締めて、ハムストリングスとふくらはぎ、体の、後ろ側を力強く使ってキープします。5カウントキープ、5、4、3、呼吸します。2、1、0。ではゆっくり左足を下ろしていきましょう。ではここからつま先を立てて、お尻を上げていきます。下向きの犬のポーズで少し、ね、腰背骨ストレッチしてあげましょう。そしてペダルを漕ぐように足踏みしていきます。肩はすくめないようにしましょう。脇の下はマットの方に向けておきます。では足をストップしたら、吸って手と手の間見て、ゆっくり手の間まで歩きましょう。つま先揃えて前屈です。首頭だ、膝緩めていいですよ。ゆっくりローラー、丸い背中でマットの前に立ち上がってきてください。はい、じゃあここからだんだん足を力強く使っていく練習に切り替えましょう。呼吸に合わせて、ウジュカタアサナ、椅子のポーズ、ウッタナサナ、前屈のポーズ、ビラバドアサナ、ワンまで続けていきましょう。では足しっかり揃えておきます。目線正面です。かかとと頭頂を空の方に引き離すようにして、背中しっかり伸ばしておきましょう。顎を少し引いて、肩は力まないように、お尻、太ももは閉じておきます。目線正面、鼻から吸って、鼻から吐きます。では始めていきましょう。吸って両腕バンザイ、手のひら向かわせて目線空、吐いてお尻後ろに引いて、ウトゥカタンサナ、椅子のポーズに入っていきます。まずここで呼吸3回しましょう。鼻から吸って、鼻から吐く、かかと重心、そして肩すくまないように脇の下向かわせましょう。もう一呼吸吸って、で吐いてウッタナーサナ、前屈していきます。膝緩めてもいいです。背中丸めて頭力抜きましょう。で指先マット触れたまま、左足一歩大きく後ろ、足一本分下げていきます。右膝は90度に曲げて、左足小指側かかと側までしっかり踏み込んでください。右腰を後ろに引いて、自分の骨盤が正面に少し向くようにコントロールしてみましょう。では右膝90度まで曲げたまま起き上がります。両手腰、次の吸う呼吸で浮き上がっていきましょう。尻尾の骨下げて、後ろ足小指がしっかり踏みます。右腰後ろに引いて、右膝つま先は正面向きです。では吸って両腕バンザイ、ビラバドラーサナ、ワン、静止のポーズ1です。呼吸しましょう。吸って後ろ足の蹴る力を自分通過して、手の指先まで広げていきます。腰から反りすぎないように、内ももを少し向かわせるようにして、しっかりね、尻尾の骨は下げて骨盤を起こしておきましょう。あと一呼吸します。ではゆっくり吐きながら両手前から下ろしていきましょう。カップハンズマットに置いたら、ゆっくりと左足前、足を揃えて前屈、ウッタナーサナ。では膝を曲げます。次の吸う呼吸、ウトゥカタアサナ、椅子のポーズで呼吸3回、鼻から吸って、鼻から吐く、かかと重心、内ももを締めていきます。あと一呼吸しましょう。で吐きながらウッタナーサナ、前屈、首頭だ。指先マット触れたまま、今度は右足が一歩大きく後ろです。左膝は90度に曲げて、右足は小指側かかと側マットにつけておきましょう。あまり後ろ足を、ね、中心まで引き込みすぎないように、指先がマットの端に触れてるぐらいでも大丈夫です。左腰を後ろに引いて、骨盤できるだけ正面向けようとしてみてください。両手腰、次の吸う呼吸、起き上がっていきます。尻尾の骨を下げて骨盤を起こそうとする。後ろ足小指側もしっかり踏んで、左膝つま先は揃えておきましょう。では吸って両腕バンザイ、静止のポーズ1です。呼吸しましょう。吸って溝落ちから引き上げていくイメージ。で吐きながら後ろ足しっかり踏んで、腰反りすぎないようにね、左腰引きながら尻尾の根を下げていきます。ゆっくり呼吸して、脚力でいっぱい使っていきましょう。ではゆっくり吐きながら両手前から下ろしていきます。カップハンズに切り替えたら、ゆっくり右足
足が前、足揃えて前屈です。ウッターナーサナ。では最後のウトゥカターサナです。膝を曲げて次の吸う呼吸、ウトゥカターサナ呼吸3回、鼻から吸って鼻から吐く、肋骨締まって、かかと重心、内ももを締めます。あと一呼吸しましょう。では吸う呼吸でゆっくり膝を伸ばして起き上がったら吐いて手を伸ばしましょう。はい、では最後のポーズです。パダングシュターサナの今日はバリエーションでいきましょう。タダーサナ、マットの前に立ち上がったまま、まずかかとと頭頂を引き離してまっすぐな体の軸を作りましょう。ではここから右膝を曲げて両手で右膝をキャッチしていきます。目線正面見ておきましょう。自分の腰球、そしてかかとの内側踏み込むようにします。で背中を丸めないように片足立ちですが、さっきのタダーサナと同じようにかかとと頭頂が引き離れていく感覚です。ではここからそっと手を離して太ももの力だけで足を支えましょう。このままでもいいし、もう少しチャレンジできそうな方は右足を伸ばしても構いません。鼻から吸って、鼻から吐く、もう一呼吸、 OK、 ゆっくり右膝曲げたら両手で膝をキャッチして下ろします。反対足いきましょう。タダーサナしっかり作って、お尻は閉じておきます。左膝曲げて両手で左膝キャッチします。目線正面、集中ポイント決めて、背中が丸まらないようにしっかり伸ばしておきましょう。軸足の母子球、そしてかかとの内側しっかり踏んで顎を引いて頭頂空です。では両手を離していく、膝を曲げたまま、あるいは伸ばしたまま、自分で決めてください。呼吸3回、鼻から吸って、鼻から吐く、太ももの力いっぱい使っていきます。あと一呼吸しましょう。 OK、 左膝をもう一度両手で抱えてから反った足を下ろしていきます。では少し足踏みして力も抜きましょう。肩もぐるりと後ろに回します。はい、パワフルなポーズが続いていきました。特に太ももの筋肉だったり、あとはふくらはぎもね、いっぱい使っていきました。体全体が一気に温まったんじゃないかなと思います。ぜひチャレンジしてみてください。